ていうかさ、あの前やったさ、あのお絵かき伝言ゲームみたいなあれおもろくなかった？俺あれちょっと普通になんかハマりそうなんだけど、俺のなんか遊戯王に変わる何かとしてなんか面白い、あれお題とか決めてやったらさ、なんかなかなかおもろそうだなと思って。ギャラティック、わかんない。あれの民度ガチャみたいなのもちょっと逆に、それにガチャ要素を持たせるのも俺は別にいいと思ってるんだよな。だから逆にこのお題を完全に決めるみたいな感じでさ。今やってみるか、一回だけ。俺ちょっとハマっちゃったんだよな。なんかお題を例えば遊戯王カードの名前だけにするとかさ。まあ、遊戯王カードって言ってもあれよ。なんか初代の俺がわかるやつじゃん。初代のもう初代縛りみたいな。じゃあ、お題は遊戯王カードの名前だけにしましょう。今回はね、一旦、それで入ってきてください。皆さん、今の僕の話を聞いていますか？やめてくださいね。うん。高田剣士とかやめろよ。もう、おもんねえからな、マジで。材料をいくら用意したところで、お前らちゃんとそれを扱え、お前ら神扱えんのかって話よ、マジで。うん。本当に、振りじゃない。これマジで振りじゃない。遊戯王カードの名前。それ、マイナーのやめてください。誰でも知ってそうなやつ。うん。っていう感じにしてもらえばいいのかなって。これ招待して、じゃあ開始するか。いきます。これ知らん。これが身内ネタ。俺闇道化師の詐欺で身内ネタしたことあるか。いやいや、なんで闇道化師の詐欺が身内。俺、闇道化師で何身内ネタして、はあ、あれか、カラスみたいなやつか。うまくねえ。うまくねえか、これ。こんなんなってて、うん。こんなんなっててな。ここなんか機械みたいになってんだよな。こんな感じで。そう、トリコにいたなんとか GT ロボみたいな。あんな感じ。あれを思い出せば大丈夫。これ、マウスだからね。神がかり的にうまいな。これでなんか跳ね上がって飛んでなかったっけ、こんな感じで。で、ちょっと、こうやって、これで、色も大事。で、確か目が黄色く光ってたと思うんだよな。これちょっと茶色の、ちょっとエッセンスとして、含まれておいて。で、目が黄色く光ってた気がする。え、こんな感じじゃないの？なんか違くなっちゃって。十分うまい。あ、音入ってねえわ。なんだっけこれ。わがのアテムの、わかんない。ちょっと名前忘れた。なんだっけこれ。王者の、王家の、これわがのアテムのやつ。これなんだっけこれ。名前忘れちゃった。名前忘れちゃったこれ。わがのはアテムのやつ。これ、わかんねえ。わがのは、わかんない。これで伝わってくれ、頼む。これで、わがのは、アテム。これで、俺、これでタイトル。わがなはアテム、これわかんねえから俺、ちょっと待って。わがなはアテムしかわかんないから。わがなはアテムしかわからん。ちょっと待って。わかんない。わかんない。これは、わがなはアテムしか知らん。は？終わりだよ。なんだよ、ほら。なにこれ。こんな感じで光ってんだよな。ちょっと待って、どうやって表現すればいいんだ、ホロレアを。ちょっと最近でもなんだっけ。水彩画のさ、なんかおじいちゃんのあれ見てるんだよな。あれでなんか色彩を学んだ俺は。なんか最近おじいちゃんのあれ伸びてるよね。おじいちゃんのなんか色鉛筆でなんか風景描いてみ、木を描いてみたとか。ちょっと俺あれ最近ハマってんだよな。おもんねえ。やめるか。遊戯王がおもんねえのかな。視聴者がおもんねえのか。はたまた俺がおもんねえのか。俺がおもんないのか。ごめんなさい。おーすげえ。うんまっ。めちゃめちゃうめえ。いや、こういうのだよ、やっぱ。ホロレアじゃねえんだよ、やっぱ、こういうのでやってほしいわ。よくこんな。なんでハテナって。あんまこれ、雷だかとか書くと魔光雷だと思われるから、なんかちょっと切れてんだよね。ちょっと目が切れてんだよ。で、確かこんなんついてたんだよな。こんなんついてた気がする。うまくね。確かこんなんついてたような気がするんだよな。こんな感じで。いよ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 。で、首が結構こんな感じで赤くなって太ってて。で、肋骨がなんかこんな感じで、こんな感じで広がってて。お、うまい。
で、確かね、ここにね、なんか、マサルさんみたいな肩パッドついてたんだよな、こんな感じで。ほら、めちゃめちゃうめえ！どうした？で、確かね、ここに変な翼みたいなのも入ってたんだよな、デーモンの召喚って。俺の記憶が正しければね。で、ちょっと赤くなって、ここの色彩がちょっと赤くて、なんか筋繊維みたいになってんだよな、ここら辺が。ここら辺がね、なんか赤くなって筋繊維みたいになってんの、確か。いや、めちゃめちゃうまい。どうした？めちゃめちゃうめえ。これデーモンって分かんなかったら嘘になる、これ。だめ、グレートモスカイ、あ、マクイーの、博士の。はい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 。伝わる。いや、かわいい。いや、これ、あ、ホロレアよりよっぽどいいだろ、だって。ホロレアより、いや、特徴掴んでよ。こいつね、多分マウスだけど、絵心は死んでない、こいつはまだ。クリブー、いや、このポージングは絶対クリボー。このポージング、クリブ、あと、物抜けに潜むものとかは、こういう風に飛んでるから。ビッグシールドガード。これ問われるな、俺、センス。確かね、めちゃめちゃ剛毛だった気がするんだよな。このままと宣伝の盾です。そう、デケータって書いといて、こうやってね。デケータって書いといて、ここに、こうやってね、隠れてんだよ。こうやって。ちょ、キツマになっちゃった。こうやってやってな。で、確かめちゃめちゃ毛が濃かったんだよな、こんな感じで。僕、サバンなんで。こんな感じでね、めっちゃ毛が濃かったんだよね。ほら、こんな感じじゃない？こんな毛だったでしょ？で、こうやって、持って、で、こうやって、ここでこうやって、膝ついて、こうやってね、ここをこうやって垂らしてんだよ。ちょっとぐしゃぐしゃになっちゃった。ここをちょっとこうやって上半身あって、ここに下半身がこうやって。いや、うまいなやっぱり。やっぱうまいんだよな、どう転んでも。こうなって。で、腕が確かむき出しだったんだよな。こうやって影つけちゃったりして。これ、おしゃれ上級者ね、これ。これ、おしゃれ上級者の称号。これで影なんてつけちゃったりして。これ、おしゃれ上級者のやつです。影に見えない。いや、でもまあ悪くない。これでわかんなかったら潜りだよ、もう。色塗ると下手になる。まあ確かに、だって俺、友達いなかった学生時代、ノートにひたすらいたずら書きしてたから、色とか付け方わかんないんだよな。全部ボールペンとかシャーペンでしか完結しないから。はぁ？でもこっち向いてるから、いやちょっと色合いで、なんか多分変わっちゃったんだ。多分一人、ホロレアとか書いてるやつが多分全てを狂わしてる。色合いで信じろ。俺、色合いを信じる。こんな色してたんだよ。俺が、これを見てカービィ以外に、思った色合いが一個あって、闇道化粧の先。まあ、こっから行きましょうか。うまい！やるやんけ。闇道化粧。もう、にわかが入り込んでんな。あ、そうそう、いいよ。でもこれ、魔道家ビジョンにも見えるな。魔法使いの帽子、右目に縦傷。はぁ？サイレントマジシャン。ほら、もうわかんねえやつ入ってくんなよ、遊戯王。ほら、もうサイレントマジシャンになっちゃったじゃん。マジわかんねえやつ、もう、もう、サワヤンも、サワヤンもなんか抜けちゃうしさ。教会にいる新人部下、そんなんいたっけ？あれ、これって俺、でも、あれだよな、俺が URL 送ってやってるから別にノラが入ってるわけじゃねえよな。ああ、愚かな、お前、それ、うまい。5589！ ちょっとお前、側近に置いておきたい。マジ、そばに、俺のそばにいろ、お前、マジで。5589。お前、すごいわ、マジで。俺のそばにいろ、マジで、ずっと。うん。愚かな前そう。いやいや、お前もいい！お前もそばにいろ！色合いがいいね。色の使い方が。お前は帰れ、マジで。お前が最後じゃなくて、ほんとよ。これ多分この後だったら、墓掘りクール書いてたわ。遊戯王ボリューム2に入ってる。こうやって相手の墓地のカードを2枚か3枚除外する墓掘りクール書いてたわ。危ないわ、マジで。マジ、うんこパンダが、マジで。うんこがうぜえ、マジで。
真実のな。はい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 。これ俺がやらかすやつだ。はいはいはい。で、これで、俺が間違えて、まあ、これで、俺は、刺してほしかった。これで。軌道修正してほしかった。佐々木頼む。あ、終わった。終わった。画力もない。画力もないです。画力もございません。あ、終わったわ。トフレのせい。これは俺が壊した。まあでも、武藤遊戯っていうね、カード、昔存在したからね。要は昔、バンダイ版のカード出す、バンダイ版カード出すで、キャラクターもね、そのまま、カード化されてたんですよ。城之内克也とか、野坂美穂とか。うん。そういう時代もあった。まだ、海馬の髪の毛が緑色だった頃。うん。ビッグシールドガードな。いいチョイスするじゃん。うまいうまいうまい。すげえ。あ、そうだ、三角形で、お前のすごい、状況記憶能力すごくない？そう、絶対こんな形してたんだよ。ドラクエにこんな合体するやついなかったっけ。うまい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 。ビッグシールドガードなので、いや、こいつらのなんか形状記憶能力すごいな。俺下手だもん、なんなら。俺なんか、原人になる。ハテナつけんなって、お前。自信持て、自分に。自分と俺に自信、俺の答えに自信持ってくれ。いや、マジ面白い。ディアンケド、俺来なかった、これ。どっかでこじれたな。あ、うまい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 。うまい、やるやん。お前、バカか？おいおいおい、いや、みんなやってくれてんのに。こいつどうにかしてブロックにできねえかな。こいつどうにかして。で、まずお前もこれをクリボーっていうのはお前もう許さんし。なんでこれを、これクリッターだろ、どう見ても。おもんな。なんだこのにわか集団が。うん、俺遊戯王行ったよな、俺。俺遊戯王わかるやつが、で、だけ来てくれって。うまい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 。お前は許す。うん。お前は通す。あ、そ、お前も通す。お前も通す。うん。お前も通す。デモの召喚。なんでこいつ全部ハテナつけんの？自分に自信持てって。いや、これは俺が一番うまい、間違いなく。これは俺が一番うまいだろ。空にすんな、お前。決まりは通さない。何これ。あ、わかるんだ。ここの、ごちゃごちゃしたの何。ここ何、これ何、ごちゃごちゃしてるとこなんだこれ。ああ、ナーベルね。はいはいはい。で、まあ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 、気持ちはわかるだろ、これ。ああ、ほい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 。うまい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 。いや、画力はないけどね、多分ね、脳みそが、頭がいいんだろうな。うん。頭がいい。絵はクソ下手なんだけど、多分ね、頭の中に記憶してるんだろうな、絵が。うん。モスキートって何？ははは、蚊になった。はい、どうも、蚊と申します。蚊になっちゃったよ。アーミーモスキート、何をって何？ちなみに。アーミーモスキート何王っていたっけ？何そのなんか、ナンバ店みたいになってんな。アーミーモスキートナンバ店へようこそ。うん。何王ってなんだよ。うん。うんこちゃんが、パープロエイトやんよやんよのやつか。うんこちゃんが、うんこちゃんがパープロエイト実況プレイやんよやんよ。レアカード。うん、まあ、そうなっちゃうよな。あ、そうなっちゃうよな。うん、まあまあまあしょうがない。まあこれがもうホロレアが悪い、マジで。うん、お邪魔グリーンも、俺グリーンってどいつなんだこいつ。もキラキラのモンスターカードが2枚、非属性イヌイ。犬のデータテニスもいる。うん。
龍馬くんがキラキラのモンスターカード、非属性の可能性 82%。 うん、マジで。犬井はじめがいるな、マジで。犬井はじめもいます。うん、推理を始めた。うん、いやー、おもんないな。次は、ちょっと次に期待だな。ハルラ、悪くない。そうね、まあよし。誰だよ、マジで。誰なんだよ、お前マジで。お前背景そしてなんだよ。ゴミだわ。あとお前も推理すんだ、だから。答え言えって言ってんだよ。あ、ピンク頭に角2本、ネクタイしてる。うん、で、こいつはもうすべてを諦めてカービィ。終わったんだ。終わったんだな。ああ、これじゃあもともと春うららだったんだ。これちょっと待って。人狼やるか。誰クビにする？はい、こっからじゃあ人狼始まります。はい。誰をクビにするか。うんこパンダはまずクビ。うんこパンダ。よし。こうやってちょっとだんだん厳選して、俺たちのちょっと、あれベストナイン決めよう。こうやってどんどん首にしていって、俺たちのベストナイン決めようぜ。文章を書き込もう。まあ、誠意のある。もっとわかりづらいのがいいな。千年原人とかよくない？千年原人。これ意外とね、多分伝わりづらいと思うんだよな。意外と書きづらい。みんな知ってるけど。マジで？いや、でも遊戯王ちょっともう一回やりたいよ。じゃあ分かった。次遊戯王やって、次じゃあみんなからお題募集するわ。わかんない。突撃命令ってどんなんだっけ？知らんよ！え？なんかこんなやつだっけ？ちょっと待って。俺の、ちょっと、イメージ。突撃命令ってどんなんだっけ？見ちゃダメ？トラップカードなのは知ってるけど、ここにな、左下に人がいたと思うんだよな。こんなんじゃなかったっけ？これでこんな鎧かぶってるやつがいて、こんなんいて、こんなバーってやって、で、ここでなんか、ここで人たちがこんな、うおーうおー、こんな感じのこんなカード、これ、俺絶対これだと思う。俺追放されちゃうよ、この後。俺、追放されちゃうの？俺、これ。こんな感じで、で、こいつに、なんか、こいつはこんなピンクのさ、鎧かぶってて、なんか赤っぽいこういうのをつけてた気がするんだよな。わかんない。突撃命令ってこれじゃないの？わかった、もう俺追放されるわ。突撃命令ってカード存在しない？あ、ちょっと待って、最終突撃命令がある。あ、最終突撃命令が突撃指令が、ああ、わかった。強欲で、きわあ。いや、これうまいな。これはわかる、さすがに。俺も入れてるもん。いや、おで、なかなか、配色のセンスや、よし。いや、配色のセンスや、よし、それは。悪くない。うまいやつ覚えとこう、マジで、基本的に。うん、色でちょっと芸術家のあれがあるわ。ブラックホール。むずい。どう書きゃいいんだ、これ。こんなだった気がする。こんなだった気がする。わかんない。サイクロンとの差別化をどうつけるかだな。こうして、いや、むずい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 。ちょっと待って、これ濃く、ちょっと濃くして。こんな感じでどうにか。でもサイクロンと間違えちゃうもんな、これ。あ、もうわかんねえよ、これ。ちょっと待って。どうすりゃいいんだ、これ。むずいすぎる。もうこんなんでいいだろう、もう。あ、ちょっと待って。色合いに沿った方がいいんだよな、こうやって。こうやって、なんだっけ、水彩画の人も言ったけど、方向をちゃんと沿って、寄り添え。あ、なんか、それっぽくなってきた。それっぽくなってきた。やったえ、だいぶそれっぽくない？だいぶそれっぽいだろ、これもう。もう答えだろ、これが。
オニアの毛みたいになってわかる。いや全然伝わる。こうやってこうやってもう回転させる。こうやって回転させて。いやでも嵐だと思われないかなこれ。すいません。つむじみたいになっちゃった。俺嵐死ね。うますぎる。お前誰だよマジで。何者だ。高橋和樹だろお前。高橋和樹が紛れ込んできた。あぶね、高橋和樹が落としちゃった。ちょっと待って、何これ。ちょっと待って、バグったバグった。これ、見せちゃいけないやつこれ。めちゃめちゃうまいな、これ。トレス疑惑。うわ、ブルーアイズ、トゥーンドラゴン。トゥーンか。遊ばせてくるね。これ確かね、トゥーンから出てきてる感じを出しちゃいいんだよ。俺、こういうの得意だから、マジで。トゥーンの方で聞きませーん。あ、もっともっとなんか、口元がイヒヒみたいな感じだったんだよな。ちょっと白が足りねえな。ちょっと消しゴムでもうちょっと三白眼だった気がする。なんかね、手がね、ちょっとこんな感じで遊んでたんだよな。こんな感じで、ほら。こんな感じで。こんな感じだったと思うんだよな。うまい。で、ここに、なんか飛び出してくる感を出せばいいんだよ。こうやって、ここに本を。バカクソうめえ。バカクソうめえこれ。うん、こんな感じでトゥーンからこんな感じでなんかこう集中線みたいなのもあった気がする。こうやってもっと狂気に満ちた目してたんだよな。何が足りねえんだろう。こんな感じで、であとはこれでブルーアイズ感を出す。と翼でこれでいい。これでいい。うますぎる。あ、これあれだ。なんだっけ、雪うさぎじゃなくて、あれ？あ、雪うさぎじゃなくて、あれなんだっけこれ。あれなんだっけ、雪うさぎ、はるらら、座敷、あ、なんだっけ、古屋敷じゃなくて、鬼屋敷、座敷わらし。あ、屋敷わらしか。俺がにわかでした。すいません。私が、にわかでした。巨大化むず。まず、確かこれ丸くなってて、これに手間取るな。これに手間取るぐらいならもう俺が書く。私がやる。確かここに、こんなのが書いてあるんだよ。確かヒエラティックテキストが、こんな感じで書いてあって。いや、それっぽい。ここにハングルがこうやって、セジュンが書いてあって。いや、それっぽい。そして、ここになんか、こんなじゃなかったっけ。で、色はなんかオレンジっぽい感じ。これ巨大化わかるだろう。お、色が違う。うんこみたいな色してた。もっと塗りつぶせないのこれ。ちょっと待って。もっと塗りつぶさせろ。わかるだろこれでもう。いや、わかるはず。絶対わかる。いや、これわかる。塗りつぶすバケツある？わかんない。すいません。はい。いや、でもわかる。わかるってこれは。色で、毎回色で間違えるな。いや、わかると思うけど。うまいわ、お前。お前、いいわ。お前は残す。お前は無。字書くなって、これはしょうがないだろう。詩はだって、もうカードイラストに書いてあるんだから。いや、文字はもともとあるんだから。お前、にわかか。文字はあるんだって、もともと詩って。なめんな、マジで。文字書かないと、だって闇とかさ、全部あるから。まずは、千年原人。さあ、これ問われるぞ、画力が。天才か。ずっと見てたい。5589。やばいわ。8230ね。8230まずクリ。まず8230永久追放で。うん。やばいな。お前、高橋和樹だったのか。青い頭というかもう、あ、もう、全員首だお前。もうやめるわもう。やめるわ俺もう。ちょっとユータラブもかなり怪しい。こいつ俺への愛情だけでどうにかしようとしてくるから。カオスフォームむずいの持ってくんな。うめえしかし捉えてる
お前これ絶対トランスフォームだろ。いやうまい。うん。よくやった。8230。囚人番号8230よくやった。うまい。あ、ちゃんとそっか、魔法感を出せばいいのか。やるな、みんな。うん、やるやるやる。うん。あ、みんなやっぱ魔法カードにすんだな、そこらへん。融合。融合はなんかドラゴンみたいなと、なんか人間みたいなのがここでぐるぐる回ってるから違います。ちょっと待って。あ、蓋落とした。増殖する陣、うまい。はぁ、あ、うめぇ六芒星うまっ、はぁ、あ、やばい、もうこういう丸シリーズはね、これ丸シリーズはダメなんだ多分。うん、これもなんかもうドラゴンボールの先行弾みたいになってるし、いやこれ俺巨大化これわかるよ多分。黒の魔導士どうじゃねえよ何どうって黒の魔導士だけどどうでもまあ戻りはしたな。何どうってこの後お茶しないみたいな感じで語りかけてこないでほしいわマジで。ハズレ枠増速するし、なんかかぶってたのおーうまい、特徴捉えてんな。はぁ、まずお前これ、もう、うまいうまいうまい、もう、闇が終わってんな、マジで。闇がやべえ。こいつく、お、うまい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 。うん、死の感染ウイルス。T 岡田も、こいつ多分野球ばっかやってて多分、遊戯王分かってねえから。うん。サイマンと5589がかなりうまい。サイマンと5589が、かなりやってる。うん。かなり、高橋和樹の。誰だよ。わからないなりに頑張ったんだろうな、多分。いや、多分わかんないなりに、彼は、サイマンは多分わかんないなりに全てを出したんだと思う。これで頑張ってくれ。マジガチの、ガチの屋敷わらし、ガチの屋敷わらし出してきたんだな。おかっぱのやつが畳に座ってるよ。座敷わらし。お、屋敷を、サイレントマジだ。え、でもここで多分全てを、このチキンは、このチキンは全てを刺したんだけど、最後、サイレントマジシャンで終わり。うん。なんか行ってなんかすごい、振れ幅がすごいな。まずこっから戻ったのすごくない？おかっぱのやつが畳に座ってるよから、屋敷話に戻ったのすごくない？やばいマジで。修正力がすごい。うん。コミ力がすごいわ。マジで。コミ力が、こう ZK の、すべてを、こいつあれだな、多分。クラスのグループの中心にいたんだろうな。あ、大丈夫？体調悪くない？お前は大丈夫？休んでていいよ。多分こいつテニス部のキャプテンやってたわ。うん。こいつはテニス部でキャプテンできる器だわ。うん。ちょっと熱中症危ないから休んでていいよ。うん。キャプテンの器。手塚国光。よかった。やばい、この ZK の空気読めるやつやべえ。ZK の空気読みすごくないこれ。やばい。ZK の、やばい、こいつマジでやばい。キャプテンの器だ、お前。マジで。お前が性格の柱になる、マジで。やばいわ。うん。攻撃した時に千ダメ、デスメテオのこと？うん、もう T 岡田とサイマンは、本当にもう住所特定して晒したいぐらい嫌いだわ。うん、地雷雲。ラベノスタランチュラ。ああ、そんなんいたのか。これ多分地雷、
地雷雲のことを言いたかったんだろうな。うん。で、ちなみに、地雷雲は攻撃力2200、守備力100で、コイントスを投げて、コインを投げて、裏側ならライフポイントの半分を失うっていう、戦でもありません。ZK。ああ、いや、こいつマジでいいな。ZK は本当に、ずっとそばに置いておきたい。お前やればできんじゃん。多分、こいつは知識がないだけなんだろうな。やればできるタイプ。わかんない、俺裁判がわかんなくなってきた。お前裁判だったんだ、これ。わかんない、俺裁判がどっちかわかんない。あ、裁判ってさっき、なんて言ってたっけ？え、裁判ってあれだよね、ユータと寝る加藤純一ってやったやつだよね。裁判は。どっちを信じりゃいいんだ？二人いんのかな？いやでも、くしくも、全問正解だわ、こっちは。わかんない。二重人格なのかな？だって、ユータと寝る加藤純一って書くやつが、こんな強欲なツボ書けるか？俺はそれが疑わしい。こんなに、いい、強欲なツボ書くやつが、俺あんなクソ寒いお題出したと思いたくねえよ。難しいわ。力使い切ったのか。続く2回戦、愛和学園に嘘のようにボロ負けしたのか。いや、トレパクにしても色の使い方とかうまい。線の使い方がうまいから。マジか。あ、3回戦だった。すいません。愛和学園3回戦だったわ。申し訳ありません。にわかが出た。砦を守る翼竜。お前マジで。もう野球やめて。いや、うわぁ、よくわかったな。なんでこれでわかんの？あ、うまい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 。いや、ああ、でもまあ、しょうがないか、これは。だから、あながち砦を守る翼竜に見えてもしょうがなかったんだろうな。いや、ホワイトじゃねえだろ、これ。うめぇーす。裁判のたまに本気出すのなんなの？配色の、この色の塗り方が絵描けるやつの塗り方してんだよな。わかんない。俺裁判を、俺裁判のこと考えてちょっともうやばいわ。もう夜も寝れない、これ。裁判もう一度、信じてみる裁判を。でもこいつ、ユータと寝る加藤純一ってお題に書いたやつだよ。遊戯王だっつってんのに。いや、裁判はどっちなんだ、これ。裁判信じるか。裁判を。まあ、次どっちしろお題変えるからね。次はちょっとお題変えてみます。まあ、もう一回。でも、このさっきの強欲な壺とこのブルーアイズ見せられたら、やっぱりなぁ、ちょっと、もう一回信じてみたくなるよなぁ。お前、突撃め、おいつ多分ね。で、俺はこれ、これ大きいのダンスかこれ。造園。造園はまず違うだろ。造園はだって切り込み隊長が一人でこうなってるやつじゃないの。切り込み隊長が一人で、造園っていうのは。ほら、そう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 。そう、造園。うまい !5589 絶対、だって、こんなまたがってんのとか覚えてるわけねえもん。5589はマジで高橋和樹説ある、これ。本当に高橋和樹説が出てきた。で、最近のカードだと5589って、ちょっとわかんなくなるのよ。やっぱり昔のカードがめちゃめちゃうまいっていうのを考えても、で、最近のカードデザインで高橋和樹やってないから、マジでちょっとかなり高橋和樹説がかなり濃厚になってきてる。さてと、首にするやつはまず、ユータラブ消して、8230消して、8230ってやべえやつだっけ？闇は絶対消し。まあ、で、お題変える？ちょっと。まあ、一旦ポケモンかな？ポケモンのじゃあ、151縛りにするか。151縛り。すいません。俺がちょっとおっさんな本で、すいません。151縛りにしてください。一旦初段縛りにしてもらっていいですか？僕わかんない。増えすぎて今、もうわかんないんで。よし、行くか。初代ポケモンな。何がいいかな。カメックス。これね、かける、これ画力かなり問われる。マジでカメックスはね、マジ画力問われるぞ、これ。
いや、カメックスはマジで、このね、このラスターカノンがね、書けるかどうかで、マジで決まってくる。うん。はあ、そういう感じあ、そういう感じか。ちょっとリザートってどうなんだっけ。こんなんだよね。俺、絵下手になったな、なんか知んないけど。手が震え出すんだけど、禁断症状で。これで翼があって、まあ、十分伝わる。これで、ちょっと薄くしよう。ちょっと薄くして、もうちょっと濃くていいな。ちょっと難しい、塩梅が。塩梅が難しい。これでちょっと薄くして、あ、なんか色が違う。色で狂ってる。色で狂わされてる。色塗っちゃダメかな。いやでもこの色は分かんなきゃ伝わらない。この色は描かなきゃ伝わらないんだ。ダメだ。俺にも自我を出させてくれ。うん。で、上に乗るプリンは早く描かないと。まあわかる。まあギリギリセーフ。ねじ込んだ。最後に、最後の一瞬でねじ込んだわ。え、ディグダとダグトリオじゃないの。あ、なるほどね。あ、そっか、ポケモン何々をするみたいな。なるほどな。なんか確定申告をするバタフリーみたいな感じで、なんかそういうなんか何々する何々みたいな感じ。あ、そっか。でも確かにポケモンは簡単だから、やっぱそうしなきゃダメなのか。うん。ベロリンガ。いや、今んとこかなりいいぞ。うまいうまいうまい。うまいうまい。うまいうまいうまい。今んとこやばい。今んとこかなりできてる。どんなんだっけ、でも。こっからが出てこない。こんな感じで。ここなんか、足をちょっとこんな感じで。こんな感じにしなかったっけ？うん。こんな感じで。足をこうやって出し、前に出してみてね。これで、いや、これ分かんなかったらマジで終わりだよ、もう。あ、もう答えだ！答え！塗りつぶし機能最強じゃん！いや、これベロリンガ以外だって思うやつ死ね、マジで。誹謗中傷するわ。これ勝った、勝った、勝った。ベロがちょっと炎症を起こしてるけど、これちょっと体調悪い。これなんかこういうあれだよね。しか、あー、スリー、どっちだこれ。スリープだよな。スリープでいいんだよな、うん、スリーパーはこうやってるから、スリーパーはこうやってるから。いや、うまい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 。いや、パーはこっち、パーはこれやるやつ。パーはこれ、うん、プはこっち、プでいい、プでこれでいいはず、うん、パーはこれ。スリーパーってエロエ多いの。いや、これプーでしょ。だってあの五円玉持ってないもん。パーは同人誌のサオ役。そうなの。知らんかった。イワーク。あ、これイワーク得意よ。なぜなら俺は子供の頃のあだ名がたけしだったからな。めちゃめちゃ上手い。めちゃめちゃうめえ。天才だ。めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまい。やばい、これ分かんなかったらマジで帰れ、ほんとに。ちょっと打足じゃない。いや、完璧に近い、これは。これアーボに見えるやつ、もうポケモンやんな、マジで。これがアーボに見えたなら、もうポケモンやめろ、マジで。これだよ、アーボは。噂をすればよ、すごくない？なんか、呼び寄せた、アーボが。アーボがなんか、アーボがカモだかネギショってやってきたんだけど。重ね塗りうまいな。ピカチュウ描かせたら、お前マジで。あんま塗る眉毛につからせんな、俺を。あんまり俺を塗る眉毛につからせんな、ほんとに。でもこれ、ライチュウと思わせない配慮が大事。これ初代のちょっとぷっくりしてる方な。俺ここにこれあるのも忘れないから。もう、ピカチュウは死ぬほど描いたんだ、昔。ここにこれを描くのも忘れない。
完璧に近いわ。完璧に近い。よし、勝った、完全に。これで。はい、つもです。答え。This is the answer. 口が黒くなるの怖。口黒いの、おはぐろ、おはぐろでございます。いや、これまた味がない、なんか叱る猫みたいでよくない？この背景も一緒みたいな。この背景のちょっと淡い感じいいでしょ？叱る猫みたい。そう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 。ほんとに。うん。いいよな、マジで。うん。うわ、うまっ！ケンタロス！マジでうまいな。うん。わかった。さて、こっからまたうまいやつを探していくか。カメックス！そう、俺カメックス書きたかったなっていうか。うめえ裁判やばいな。すごい、もう自分のものにしてるじゃん、絵を。すげえ。ディディ、お前クビだよ。あ、でもまあ、気概は伝わる。裁判の絵心に定評があるんだけど、なにこれ。え、これもう、お前自分の絵柄にしてるじゃん、だって。絵師でしょ、これ。いや、これ絵師だろ、もう。お前ポケカの柄描いたことあるだろ。ポケカ、お前ポケカのカードデザインに携わったことあるだろ。お、これうまっで、小学生もいて、で、カメックス。はい、全員正解です。いや、ちょ、今回レベル高いな。うん。ちょ、小学生が二人紛れ込んでるけど、小学生が二人、うん。紛れ込んでるけど、まあ悪くない。今回はなんか、嵐が少ないわ。ベロリンが。はい。まあ、これに対し、クジャク前。はい、クジャク前は、チンコついてんじゃん、これ。はい、ベロリンガー。まあ、気持ちはわかる。着替えは伝わった。まあ、可愛いから OK。はい、あ、うまい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 。わかる。ちょっとベロの感じ、リアルだな。ベロの感じ、ベロの感じ、クソリアルじゃない？あ、うまい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 。チケンも、チケンも頑張ってる。うん。チケンも頑張ってんな。うわ、なんか、そんな、やっぱちょっと百ワニっぽいよね、このポニャ。ポニャのタッチがね、どことなく、ちょっと百ワニ、百日後に死ぬワニっぽいんだよ。なんかちょっとそういう、爬虫類とか好きそうだな。ベロリンコベロリンコちゃっかりにわかを DD が、まあ、DD 小学生だから、多めに見てやれってマジで。ケンタロス、悪くない。うんまっ！やっぱこいつあれだな、そういうなんか、リアル系に強いんだろうな。ポニャは。ポニャはこういう激画調とかそういうリアル系に特化してる。でもなんか超飛び出てない？これ。モツが、モツがはみ出てるんだけど、これ。めちゃめちゃに黒い。なんだこの茶色いの。モツが出てるよ、これ。で、ケンタロス、うまい。うまい、ケンタロス。完璧だ、みんな。やばい、ちょっと。もう結論パーティー。俺たちが結論なのかもしれない、これ。うん。コミネサチ。うまい、うまい、うまい、うまい。ちゃんと、すごいな、なんか、アドリブも加えてくるもんな。トレパク感ないもんな、もう。うん。で、お前も悪くない。スリープ。うん、悪くない、悪くない。全員すごいな。絵師だろ、これ。クジャク前。でも、クジャク前のこの、努力がすごい。絶対に下手なんだけど、この絶対に後続にバトンを渡すぞっていう、この気概。うん。このクジャク前のこの気概がいい。かなり頑張ってる、マジで。うん。クジャク前の気概いいな。ガッツに、ガッツに、ガッツを評価したい。お前、でもルール破るな、お前ら。151に入れたやろ。あ、戻した。アーボ、かわいい。何その、牛島くんみたいなこと言うじゃん。かわいいもの知りとり。全然かわいくない。ご機嫌でかわいいアーボ。なんか伝わってんのすげえな。あ、で、この菊池祐希になって、で、アーボで終わり。ほぉ。伝わってるなぁ。え、どうしようと思う？これ、なんかポケモンだとちょっと簡単なのかなぁ。
なんかちょっと簡単すぎるかもしんないね。どうする、鉄道とかにする、なんとか系みたいな。それで集まってくるやつのキモさをみんなで見ようぜ。お題は鉄道ですみたいな感じにして、何々系ですってやって、で、あ、僕それには自信ありますって言ったやつを残して抜けて、そこをなんかもう、この世の地獄としよう。うん。キモいやつ晒します。誹謗中傷同窓会するか。ドラクエ？あ、エレブ！あー、そう、DD も。いやでもやっぱなんだかんだで、いやこれエレブーだろう、ちゃんとここの部位をさ、いやここの部位をちゃんと評価してほしかったな。エレブーの DD は頑張ったマジで、うまっ。絵師が紛れ込んでんだよなマジで。おでんくん、確かにおでんくんではあるかもしれない。いや俺も悪くない。いや俺のめっちゃなんか味ないこれ。え、これなんか、初中お見舞いを申し上げますって言って、この絵が来たらちょっと嬉しいでしょ。うん。ここに初中お見舞い申し上げますってなって。いや、これちょっといい味があるんだよな。リザードの上に、お前が初代か。ま、気持ちわかる。うん。でも下手だな、俺こう見るとみんなに比べたら。リザードとプリン。うん、ま、伝わってるな。うん、おお、何する気だよこれ。プリンを持ち上げるリザード、うん、いじめの山。おお、なんかレイアップシュートしてる。あ、でリザードのプリンに戻って、5589がやべえなマジで。うん、お前ボールな。プリンとリザード、いやみんなうまいね、やっぱ。すごいな。伊達に絵で飯食ってねえな。ダグトリオとディグだ。うん、完璧。で、俺はディグだとダグトリオ。まあ、いいだろ。ほら、もう。やばい、ちょっと字が出してきた。ちょっと字が出してきたなあ。ディグだとダグトリオ、オッケー。お、で、ダグトリオとディグダに戻った。これあるぞ。あー、ディグダとダグトリオ。うん。そう、なんか体ごついの流行ったよな、昔。で、これで最後、ダグトリオとディグダ！天才か！戻した！こいつの空気読み、知見がなかなかいい仕事するな。戻してきた。うんこしてんだけど、どうしよう。曰く。もう曰くはね、簡単だよ。うん、誰もチンコ書かないのマジで偉い。わ、知見も頑張ってる、これ。丸のこれツール使って、頑張ったんだろうな。これ丸とこれ直線のツールを駆使してる、これ。なかなかやるやん。三角形と、なんか図形を駆使してる、マジで。自分だからデジタル絵です、これは。あー、弱く。あー、俺の弱く、うま！遠目で見ると俺の弱くなんかすごい良くない？いや、お前がナンバーワンだよ、マジで。うん、お前が一番うまいよ、分かったから。うん。分かったから。だから、お前、慣れ合うなって、本当に。うん。スーパーじゃねえんだ、ここは。慣れ合うな。スーパーじゃねえんだ、本当に。やめろ。いや、でも、ポケモン簡単すぎるな。いや、マジで、これがマジで、なんだろう。俺らの栄冠ラインが決まったから、これ別に離脱させなくていいな。これで変な嵐が入ってくるぐらいなら。うん。もう縛り消すじゃん、あえて。あえて縛り消すか。まあいいや。わかった。まあいいや。決めた。こういうのって意外と書けるやつ少ねえんだよ。みんな書け、意外と書けないでしょ、これ。ベンチプレスする言うと。どうやりゃいいんだろうな、これ。いや、縛らないと。いや、でも、ベンチプレスってそもそもなんだっけ？こうだっけ？こうするこれだっけ？これ、ビクトリーのやつだっけ？難しいんだって、これ。ね、きつまんにするか。なんか、俺、習った。こうすると俺になるらしい。目は、こうすると俺になるらしい。先人から学んだ。先人から。
先人から学んだ、こうすると俺になるらしい。なんだこれ。なんだこれ。わかんない、俺の画力じゃこれが限界だもん。わかんない。なんだこれ。いやでもこれ、その、違う、過程を見てほしいんだって、これは。ベンチ。わかんない。デッドリフト、そういうのあるの？ちょっと待って、わかんない、わかんない。わかんない。でもベンチプレス、わかんない。もう、わかってくれ。俺の、わかんない。俺、ベンチプレス、わかんないんだって。ベンチプレスがどれだっけ？スパイファミリーじゃないの、これ。これ、スパイファミリーじゃないのか、これ。あにゃん。アーニャの首を絞める黄昏。いやでもこれ、スパイファミリーこれすぐわかる。いやこれ理解力、これ理解力です。ピアノ弾く言うた。まあ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 、こんなんばっかや。俺ばっかやんけ。ちゃんと、こうやって、この俺ピアノの有識者出していい？こうやって、一個外していこう。マジでこの、べっぴんさん、べっぴんさん、一個飛ばしてべっぴんさん。これがあのピアノの。そしてここでまた一個飛ばす。すいません、ちょっと。ピアノの有識者出ちゃったわ、これ。悪いね。で、ピアノ弾く俺うまっ。いや、もうこれで完成だろ、もう。いや、これ俺だよ。俺でしょ、目が。目をこうしてさ。目をもうちょっとこすりゃいいの。これでいいんじゃないの。いや、わかんない。美化してハゲとく？オッケー、じゃあ頭頂部。あ、ごめん、頭頂部。じゃあ頭頂部ちょっとハゲさせておくか。はい、これでいい。なんか、鳥の糞食らったみたいになってるけど。ちょっとハゲさしとくか、頭頂部。しかない。やっぱりね、あれだから、ちゃんと。自分に嘘はつけへん。お、これあれじゃないの？ゴッドエネルじゃないの？多分さっきのあのジャンプキャラに、あれだろうな。多分引っ張られたんだろうな。うん。これエネルで、エネルがゴム効かねえ時の顔でしょ、これ、見開きの。これ、エネルがゴム効かねえ時の顔でしょ、これ。いやいや、構図がもうエネルでしょ、これ。これで繁盛だったら許さないぞ、マジで。うん。エネル耳長くね、確かに。確かに耳もうちょっとなんかこう、卑弥呼みたいになって、ここになんかとんでもねえ、でかいピアスつけてなかったっけ。俺が破壊したこの場を。ああ、怒っちゃった。ああ、しかもこれはあえて優しさです。これは犯人探しが始まる前に、俺が誰がこれを書いたかっていうのを、悟らせない。うん。これが俺の優しさだとしね。まあまあ、こんなもんよ。いや、でもおもろかったね。やっぱこれ定期的にやってきてよ。